それではまず学校名とお名前をお願いします。はい、幕屋高校から参りました加藤優斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。確か幕屋高校って今年の甲子園優勝校じゃなかった？はい、そうです。だよね。君は部活とかやってたの？野球部でした。ああ、野球部だったんだ、すごいね。ちなみにレギュラーだったの？一応エースでキャプテンを任されていました。エースでキャプテン、すごいじゃない。甲子園は見てなくて知らなかったよ。なんかいきなり話がそれちゃってごめんね。いえ、緊張がほぐれてよかったです。じゃあいろいろ聞いていきたいんだけど、まず長所を教えてください。はい、私の長所は優しさです。電車にお年寄りや妊婦さんがいたら席を譲ります。うん、立派ですね。ありがとうございます。では次に、今までの人生で一番嬉しかったことは何ですか？はい、今までの人生で一番嬉しかったことは、去年の体育祭で学年2位になったことです。クラス一丸となって各種目精一杯頑張りました。なるほど、わかりました。では高校3年間で頑張ったことは何ですか？はい、高校3年間で一番頑張ったことは学級委員です。いや、早く野球アピールせんかい。え？ああ、すみません、続けて。最初はクラスがまとまらず苦労することもありましたが、3年間勤めたことでリーダーシップが身につきました。君甲子園優勝校のピッチャーだよね？はい。頑張ったことは野球ではないんだ。野球も頑張りましたけど、個人的には学級委員の方に力を入れていたので。野球片手間だったの？リーダーシップのエピソードだったら部活でいいでしょう。学級委員は3年間やってましたが、野球部のキャプテンは1年しかやっていなかったので、アピールとしては弱いと思いまして。そんなの甲子園優勝の肩書きがあれば十分だよ。こんなこと言っちゃあれなんだけど、そういう自己 PR って聞き飽きてるんだよね。甲子園優勝校のピッチャーならもっとこうあるだろう。苦労も一応ありました。聞かせてよ、絶対そっちの方が面白いから。私は高校に入ってから野球を始めたので、最初は周りに追いつくので必死でした。しかも未経験だったの？はい。未経験で野球始めて3年間でエースになり、キャプテンを任され、なおかつ甲子園優勝ってどうなってんだよ。君の3年間で映画作れるよ。一応って済む苦労じゃないでしょう。そこからどうやってエースにまで上り詰めたの？未経験で入ったのは私だけだったので、周りと同じ練習時間では追いつくことができないと思い、毎朝4時に起きて体力作り、ピッチング練習をするようにしました。それだけでは足りないので、放課後はバッティングセンターに通い、自転車通学をやめ、片道10キロをジョギングで通うようにしました。改めて聞くんだけど、君の長所は？優しさです。どう考えても努力家でしょ。自己分析全然できてないじゃん。一番頑張ったのは学級委員だとして、2番目は何？勉強ですかね。3番目は？趣味でやってたバンドです。野球の順位低すぎだろ。バンドやりながら甲子園優勝するな。実際僕の頑張りは大したことなかったですから。そんなことないでしょ、努力したから優勝できたんだろうし。君、甲子園優勝が最大のアピールポイントなんだから、もっと話した方がいいよ。面接官の私が言うことではないけど。そうですよね、ありがとうございます。まあいいや、次で最後の質問です。しっかりとこれまでの経験から回答をお願いしますね。今までに挫折した経験はありますか？はい、英検準1級の試験で。だから野球アピールせんかい。